宇治家塾周辺の主要街道宇治家塾は、欧州街道の19番目の宿駅である。現在の栃木県、桜市、宇治家。宇治家塾は、江戸時代に、欧州街道下付国師親軍にあった、宿場町で、白沢塾の次の宿駅である。天保14年の欧州道中宿村大会町によれば、宇治家塾は焼かず235件、うち本陣1件。 脇本陣1軒、旗子35軒、人口879人であった。宇治家塾本人は平石市や、脇本陣は天満屋が担っていた。江戸時代、宇治家宿並坊の絹川東岸にあった阿久津菓氏は、主に東北地方で採れた米ほか特産物を絹川の水運を利用して、江戸に送るための集積地となり、このため、宇治家塾の旗子も大変な活況を呈したと、 言われている。宇治家には、あ図聖堂、あい北道原方堂、水と道が開通し、交通の要所地となった。江戸の時圧の家人等も多く、宇治家に移住したといい、江戸末期には、宇野家れと呼ばれる、俳句会が生まれた。その下衆には、水道道を通って十里ほどの太平洋、沿岸村落から、宇治家塾に四季折々に海魚が大量に運び込まれ、鶏卵やカワを、 塩から糖しか食せない山地にしては珍しく、海魚を食すことができたことが書かれており、このような宿場は、宇治家宿以北、仙台や酒田に至るまでなかったと言われている。現在、宇治家宿は、栃木県、桜市にあり、地域には、東京から栃木県を経て、東北地方を結ぶ国道4号及び鉄路 JR、宇都宮線が通るが、JR 宇治駅が、 宿の西側に置かれ周辺の市街地下とともに、宿並みは廃れたものの、主要国道の経路が宇治江市街地から逸れているため、喧騒からは隔離された比較的静かな予想を提している。欧州道中宿村大外町による、ありがとうございます。